さあ滅ぶがよい。シューク、いや、ザンザよ。ザンザ、シュルクを殺させはしない。お前はその光、やはりそうか。思い違いであればどんなに良かったか。そうまでして身を挺してまで私の願いに異を唱えるのですか。我らと共にあるとおっしゃったあなたが、メイナス様。そうよ、メイナスも里の人たちも皆あなたを愛していた。だからこそ共に生きていきたいと願っていた。私にはわかる。メイナスと共にある私には。私は待ったのだ。あなたが再び目覚め、光に満ちた世界を作り上げる日を。なのにあなたは裏切るのか。私を、あなたをたたえ敬い、そして死んでいった同胞を。お願い、私の話を聞いて。エギル、聞こえぬ。もう何も聞こえぬ。あなたはやはり我らが縁敵の剣の目。所詮神と人とは相入れぬ存在なのだ、メイナ。メイナスの代わりにこの我が身を、心を、お前の新たな魂として捧げよう。我が魂魄を取り込み、今こそ蘇れ、神よ。全体が消えてしまう。シュルク、逃げるってどこへ。とにかくこのテントの外へ、できるだけ遠くへ。カード、どこへ行ったの。カード、何やってるカルナ。ガードがいないのよ。今は自分のことだけ考えろ。いやよ、ガードはどこ。ガード、しっかりしろ。今俺たちがしなきゃならないことを考えろ。鬼神が動き出したら巨神界はどうなる。でもジュジュやオダマのじいさんたちはどうなる。ガードだってホムスの戦士だ。あいつはあいつにできることをするためにここを離れたに違いないだろう。ライン、よし、行くぞ。シュルク！生きろよ、カルナ。